皆様大変長らくお待たせいたしました。それではただいまより公開審査を始めます。進行は中村様にご担当いただきますのでマイクをお渡しいたします。中村様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では公開審査会の方を始めていきたいと思います。今回は発表していただいた学生さんたちにも登壇していただいているので、こちらから質問があったことに対してはできるだけ簡潔に答えていただくということでお願いいたします。ではまず審査員の皆さんに今聞いていただいた6組のプレゼンテーションに関してそれぞれ感想と、あと賞を決めていかなければいけないので、聞いていただいた中で3点、どの案が良かったかというご意見を聞いていきたいと思います。まず審査委員長の千葉さんからお願いいたします。そうですね、感想をもうちょっといただけるとありがたいんですが、各案についてというよりも、というよりも、そうですね、はい、本当に提案してくださった各大学の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか通常と全く違 う, こうアイデアコンペというか、アイデアコンペというかかなりリアルな、コンペで、なんて言うんだろう、おそらく皆さんもこんなに賃貸のこととか事業性とか普段考えないことをたくさん考えてくださったんだと思うんですね。でやっぱりどの提案も大変面白くて、かなりリアルなこういう枠組みがあったからこそより非常にこう迫力のある提案になったのかなということで、そういう意味では大変面白くどの案も聞かせてもらいました。なんていうんですかね、もういきなりなんかどの案みたいな話も必要ですよ。もう具体的に案を挙げながら話していただいて全然大丈夫。僕自身が大変興味深く聞いたのは、一つは小さな家の大きな集まり、一番最初の神奈川大ですかね。で実際にこういうこと自体は今もう始まりつつあるようなことだと思うんですけど、そういうことをきちっと考えてそれを空間の問題にしているっていう意味ではとても魅力的なものになっているかなというふうに思って、興味を持ちました。それから日本女子大の編集賃貸編集術も、さっきお話ししたんですけど、やっぱり大学を巻き込むって僕すごくいいことだと思って、なんか実は僕はその編集部だっけ、編集部以上に僕はなんか大学が巻き込まれることの方に興味を持ったところもあるんですけど、大学自体もさまざまなその課題を抱えている中で大学とこういう町が絡み合うきっかけっていろんな意味で運営側にとっても大きなメリットになるなというふうなことも思ったので、仕組みとして大変可能性があるなというふうに思いました。それからですね、最後の伸び伸び長屋は、はい、なんていうんですかね、仕組みとすると穏やかな地上げっていうかという意味では、はい、何かそこに特別な新しさがあるわけじゃないんですけど、はい、なんていうんですかね、やっぱり木密地域がどういうふうにこう変わっていくかっていうことは、非常に重要で、今実はその僕豊島区にちょっと関わっていて、木密の問題は問題だと思いながら一方で資産だと思ってるんですよね。やっぱり大事な資源であると、つまり海外から来た人にとっては住宅街こそ一番なんか魅力的な都市体験になっているっていうこともあって、だからそれがどういうふうにこう生きながらえていくかっていう意味ではなんかその可能性のあることかなというふうに思って聞きました。はい、それでちょっと一つだけ質問していいですか。ぜひお願いします。最初 の, 神奈川大の小さな家の大きな集まりで、
まあ、さっき家賃高めじゃないかとかっていう質問も出たと思うんですけど、この青の部分がどちらかというとこう低層部にあって、まあ通常だと緑の部分がどちらかというとこう上層階にあって、普通に考えるとなんか逆なのかなって思うところがあえてこうひっくり返っているところにこうまあ興味を持ったんですけど、その辺はなんでなのかなっていうことをもうちょっと聞いてみたいのと、あともう一つはこういう基本全部ガラス張りじゃないですか。で何でも見えちゃうんだなというふうに思ったんですけど、その辺どういうふうにこう例えばプライバシーとかのことを考えていこうとしているのかっていうことだけちょっと聞かせてもらえればなと。じゃあお願いします。誰か庄司さんかな、佐塚くん、どっちか。まずその一番最初のその緑の面が上の方にあるっていうことに関しては、そこに関してはそのこの建物の楽しみ方としてその緑の面っていうのは庄屋、はい、庄屋が使うエリアですよね。そうですね、はい。まあ、そこまでそのこの空間を楽しむにあたってその豊島区の公園の広さ多さとかそういったものを楽しむ上で、まあ、そういった上にあえて共有部を持っていくことで、まあ、そこまで行ってそこで何か活動を楽しむような空間体験みたいなことができればいいなと思ったからです。で2つ目に関しては、まあ、今回そのガラス主体のスケルトン型で、カスタマイズを前提に計画することによってその庄屋の好みや関心でいろいろな、個性的なネイバーフッドに書き換えられることを目指した建築だからというところがあります。はい、よろしいでしょうか。はい、では続いて赤松さんお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやものすごく緻密にいろんなことを考えて提案を出してくれてるなというところに本当に面白く今日は話を聞かせてもらいました。でやっぱり少子高齢化とか空き家問題とかこういう問題って本当にもう日本、まあもちろん木密に限らず日本全国でいろんなことが問題になっているので、結構このその豊島区に限らずここに出てきたようなスキームっていうのがこれからの日本のやっぱりそのまあ集まって住むっていうような部分の新しい切り口として本当にこう未来につながっていくんじゃないかなっていうような感じで、やっぱりそういう学生の世代の人たちがこういうふうなことをここまでしっかりと考えたっていうのは非常にいい機会だったと思うし、いい経験にもなったんじゃないかなと。多分将来実際に自分が何か建築の仕事に就くときにもう絶対これって生きてくるだろうなっていうふうに思うので、そういう意味では本当に面白いテーマだったし、それにすごく真摯に取り組んでくれたなというふうに思っています。私がお礼言うのもなんですがありがとうございましたっていう感じなんですけど、でそうですね、私も、まあ一つ一つあれしていくと多分時間的にも厳しいと思うので、はいはい、で私がやっぱり非常に面白いなと思って聞かせてもらったのはやはりそうですね、神奈川大学の曽我部研究室と、まあ、日本女子大の篠原研究室、この、はい、2つ、まあ、最初に、まあ、聞いた2つになりますけれども、はい、この辺は非常にやっぱりシステムとかそういったことを含めてですね、提案が面白かったなと。で、あと、まあ、もう1つ、まあ、一応3つぐらいを挙げてくださいということで、はい、ね、まあ、なかなか悩むところではあるのですが、じゃあ私は一指定アパート日本大学の古澤さんのところの、まあ、これもその既存の、その一指定の、場所ってやっぱりすごく多いと思うんですけれども、まあ、それを元のものをうまく活用しながら新たな価値を、まあ付加していくっていう意味ではなかなか面白い提案だったんじゃないかなというふうに、思っています。はいはい、でちょっとじゃあ質問なんですが、はい、日本女子大の
提案で、これねやっぱりまあ先ほどの質疑の中でも結構出てきたと思うんですけれども、やっぱりかなりある意味レンタブル費が相当低いと思うんですね。その全体のそのボリュームに対して、まあ全てそのマックス取ればいいっていうもんでもない。当然マックスのものを立ててもそれが全部きちんと貸せなかったらダメなので、その辺をきちんとまあ読んでいって、どの辺が貸し床として適当なのかっていうふうなことを考えていかなきゃいけないとは思うんですけれども、これその家賃相ってちょっと議論で、さっきので出てきたかどうかはちょっとよく分かんなくなっちゃったので、その想定している家賃とかそういうふうな収支収益 の, 収支計算みたいなものっていうのはざっくりとはされてるんですか。だいたいどのぐらいの面積でどのぐらい の, 家賃収入があってみたいなことっていうのは。はい、マイクどこにある。すいません、家賃が具体的にどれぐらいの、家賃金額になるかっていうのはそこまでは想定できてないんですが、私たちは、その賃貸として、それぞれの個室がいくらかかって月にいくらもらえるっていう固定の、金額だけじゃなく、プラスアルファの地域住民を巻き込んだイベントとか、その編集部の中で企画されるイベントからの収益っていうのをかなり見込んで、考えたつもりではあります。はい、ありがとうございました。では次、横川さんお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。このなんか皆さん先生先生先生で僕だけさん付けなんですけど僕もいつか先生になれたらいいなと僕は普段は小売の事業だとか飲食の事業をやっていて、まあ、店作りや街作りって言ってずっとこう街と関わっていくこう事業みたいなことをやってるんですけども、そういう意味で僕がここで審査員の一人として呼んでいただけたのも、ある意味ではそういう、 こうリアリティとかもしくは事業性とか、まあ、僕らの言う事業性っていうのはその収支が成り立つだけではなくて本当にそのニーズがあるのかみたいな、そういうところがすごく日々 それを感覚的にこう数字というよりは感覚的にそれをこうどう捉えるかみたいなことをとても大事にやってるんですけども、そういう中でどれも本当に面白くてなるほどなと。でまたその一般公募と違ってこれだけチームでまた時間もかけてやってこられてるので、素晴らしい制度だなと本当思いながらですね、2つ3つ私も選ばせていただくと、1つはやっぱりそのシェアとかそういったその考えでいくつか先段にも話ありましたが、神奈川大学の小さな家の大きな集まりっていうのは、はい、非常に、まあ、ネバーフットっていうね、あとそのまあ、本当にこの地域通貨まで行けるかどうかはあれですけども、その関わる人のそのなんていうかな、そういう経済性みたいなところも含めて考えようとしているところが非常に面白かったなと。若干家賃が高いとか施工費が高いとかいろいろ言われてましたけど、まあ、その辺はこの後の議論でもいいかなと思いますが、あともう一つは、私も一指定アパートは全然想定外だったので面白かったです。普段はああいうものはね、一旦こう道路なくして建て替えちゃおうっていう発想になるんでしょうけど、実際に分かんないですから、あれでものすごく公費が下がって本当にで、なんかこうそれがこう経済的にも大掛かりなことにならずに、既存価値っていうのはその建物としての既存価値だけじゃないんだけども、実際にあるものないし、さっき、千葉先生がおっしゃっておりました、まあ、その機密ないしその既存の住宅の魅力みたいなものとその融合していけるんであればもっと面白いなと、非常に面白いものになるなというふうに感じました。あともう一つ、僕は芝浦工大の伸び伸び長屋ですかね、はい、はい、実際にこの DIY っていう感覚が効いてて、やってみたいなってすごく素直に思いました。なのですごく現実的な可能性もあるんじゃないかなと思う一方で、あれは本当に立つのかとか、
森はどうするんだとかいろいろその後ブツブツいろいろ言ってたんですけど、ちなみに一つだけ質問なんですけど、ちらっとこの実際にこういうそのセルフビルドの活動を、大学の中でやられてたみたいなことをちらっと聞いたんですけども、そのこういう僕はその直感的にあこれ多少この何て言うんだろうな、こう防音とか防水とかいろいろ若干こう普通の住宅に比べると不具合があってもこれだったら面白いと思う人がいるのかなってなんとなく直感的に思ったんですけど、自分たちがそのセルフビルドなんかを通して、ここにこの大家さんになる人たちにもう間違いなく住民呼ぶ自信ありますって言えるなんかそういう説得力になるようなね、そういう体験がもしあったら教えていただけたらなと思うんですけど。なんか僕たちはその研究室の仲間たちでその岩手の方でその、自主施工の、プロジェクトをやっていて、その、みんなに認知してもらうためにお祭りのタイミング、地元のお祭りのタイミングで、その橋を作ってなんかみんなで遊ぼうみたいな企画をやってて、ちょっとどれくらい集まるか、その僕の中で感覚的にその作って人が集まるのかどうかとかってやってみるまであんまりつかめてなかったんですけど、そのやったら本当に子どももたくさん来てくれて、であとはその親御さんもこれどうやって作ってんのとかっていうような、本当にすごい田舎のちっちゃい場所なんですけどすごい人が集まってくれて、でそういうのが 僕もその今になって感覚的にそのものづくりっていうものがコミュニティを確かに作るものになってるなっていうのが感覚的にあって、多分いけるなって思ってやってました。なんかやっぱりそういう実感値があって今回の提案につながってるんですかね。そうですね。なるほど、はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ先に馬場さんお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃエキサイティングなプレゼンテーションでしたね。で、そもそもこのコンペの設定が本当にユニークだったと思います。今まで建築のアイデアコンペはやはりデザインやコンセプトで競っていたと思うんですが、そこに、事業スキームや構造、社会構造みたいなものが組み込まれることによってプレゼンテーションの内容がここまで変わるのか、要するにやっぱり皆さんはちゃんとしたそういう枠組みを与えるとそれに応える努力をするんだなっていうところで、なんか本当僕自身も面白くて、これは本当使えるんじゃないみたいなのがあったりして聞きました。で僕がこう聞いていてグッときたというか気持ちをつかまれたのは、経済であるとか制度であるとかコミュニティであるとか、要するに面倒くさいしがらみのような、僕らから言うと条件や予見って言って悪しきもののように捉えているものと果敢に戦って、建築やデザインがそれから全く逃げずに対峙して、それをこううまく自分の中に取り込んだやつ、そこのその戦い方みたいなものが見事なやつにやっぱり心を奪われましたね。そういう目線、あともう一つその皆さんのその案の中から中間領域とか中間組織とか、今までの構造や制度の中にこうなかった何か間を発見してそこを魅力的に引き出しているやつがやっぱりこう面白いんだなっていうことに気がつきました。で僕もなんかこうなんかちょっと集中傾向になっちゃうんですが、一番最初の神奈川大学と次の日本ポンジョ、それと最後の芝子、この3つですかね。でこの3つともやっぱりその周辺や社会と何かを媒介にして関係性を積極的に持とうとすることが魅力に伝わっていて、それが庄屋っていう新しい職能の発明だったり、大学っていう存在であったり、あと DIY っていう行為だったり、みんなで一緒に作るっていう行為だったり、そこのあたりが明快に出ているっていうのが面白いところだなというふうに思いましたね。とりあえず僕質問はいいです。はい、はい、分かりました。じゃあ小林さんお願いします。はい、どうもご苦労様でした。本当にですね、皆さんの発表を聞かせてもらって、
まず指名大学制でね、今回初めてやったことがすごく価値があったなと、まあ、それに応えてもらえた、プレゼンテーションをしていただけたということにまず感謝申し上げます。本当にありがとうございました。でそこの中でね、まあ、いくつかやっぱりこう共通してるなというふうに思ったのが、シェアだとかダイバーシティだとかそういうことをやっぱり皆さん提案をされたので、そこにやっぱり今の時代の空気というかね、そういうものがあるんだなということを改めて教えてもらったというか、共感をしたということと、やっぱり建築のコンペなんだけど、ポイントがね、さっき馬場さんも言われたけど、結局、管理運営という、それをこう回していく運営のところ の、 差別化だとか新しさっていうのが価値を上げるみたいな、そういう提案が非常に多かったのは、いいところに目つけてるなというか、というのを、改めてね、思ったということですかね。で私は、いいなと思ったのは、神奈川大学、はい、日本女子大学、はい、芝浦工大、はい、日本大学4つは、はい、共通のところでね、それぞれのプロポーザルが違ってて、力の入れてるところがね若干違いはあるんだけど、もう本当に実現化に向けて一緒にやりたいぐらいに思えるような提案だったのではないかなというふうに思いました。はい、以上です。はい、質問は特に大丈夫ですか？はい、分かりました。では今皆さんのご意見を伺いますと、神奈川大学と芝浦工業大学と日本女子大学と日本大学の、4つの案に一応票が集まっているという形なのですが、東京工業大学とあと早稲田大学の皆さんもいろいろ提案をしていただいた中で、ちょっと千葉さんにお願いできたらと思うんですけれども、どの辺がやっぱり何ですかね、足りないというか、どういうところでもうちょっとこう考えていても欲しかったなみたいなことがあれば、ぜひちょっと議論を進めていく上でこの2つの提案に関してご意見をいただけたらと思うんですが、早稲田大学 の、 プロジェクトは何ていうんですかね、こういろんな意味で の、 その人と人や場所と場所の境界面が非常に重要になってくると。でそういうところにすごく着目をして、でそこからむしろ改めて賃貸とか住むとかっていうことをもう一回考え直そうっていう意味では、非常にこう現代的なこう感受性で捉えてるなっていうふうに思ったんですね。だからそういう意味では僕はなんかすごく魅力的な提案だと思ったんですけど、その余白って言ってた部分、要するにこう空き家が増えて余白になっていった部分がどういうふうに本当にこう使われたり、あるいはそれが逆に新しい価値となって何らかのこう事業性に寄与したりみたいなところが、やっぱりちょっとまだなんか仕組みが分かりにくかったりしたのがちょっと惜しかったなっていう感じがしました。それから公園の、僕は公園をどういうふうに民間の力で運営していくかとか管理していくかってすごく大事な視点だと思って、特にそれ日本ではものすごいこう欠けてる視点でもあって、むしろ欧米ではそういうのもうすでにいろんな形でなされていて、すごく自分自身非常に興味を持っているテーマだからこそ、なんか余計にちょっと厳しく見たっていうのもあるかもしれませんけど、それをやっぱりそこでなんか公共パブリックっていうことと、その私有っていうことがどういうふうにこう共存するかっていうところが一番面白いところでもあると思うんですね。でそこが最終的に何かこう全然違う公園の形につながったり、あるいは全然違う何かこう住宅の形につながっていったら、なんかすごく可能性があったんじゃないかと思うんですけど、最終的にやっぱりちょっとこう従来型の集合住宅の、要するに庭先という玄関先がちょっと公園っぽくなってるっていうのが、なんかちょっともうちょっとなんかいろんな展開があったのかなっていうふうに、思って、惜しかったなと思うんですけど、でも実は豊島区さっきもプレゼンでもあったように、やっぱり公園結構たくさん小さいんですけどいっぱいあって、
あれをどう生かすかって町にとっては相当インパクト大きいと思うんですよね、はい、なので、まあ、そういう意味では非常にこう可能性のあるアプローチだと思うので、なんかぜひ継続的になんか考えてほしいなっていう気がするんですけど、はい、どうでしょう南くん何か、まあ、ずっと長いこと考えていただいたんであればどうぞ。そうですね、パブリックプライベートに、パブリックプライベートに関して、まあ、ご指摘をいただいて、まあ、そうですね、僕としては、まあ、公園を介して、公園をまず管理委託して区が管理委託する理由としては、まあ、かなりオープンな場所としていろんな人がやってくる可能性があるっていうことと、まあ、一方でその管理をすること自体がかなり大変になってきているってことからリアリティがあると思っていて、それとともに、まあ、賃貸住宅と、まあ、それ以外の区が所有しているような、例えばその子育て施設だったりとか老人の施設、また銭湯だったりっていうのが、まあ、一体的になることっていうのが、まあ、僕の中でこの案の特殊性だと思っていて、そうなった時に、まあ、住宅レベルで見た時のパブリックプライベートっていうものに関しては何て言うんですかね、その段差とか、まあ、見栄とかそういうレベルで僕は解決しようと思っていたんですけど、まあその何て言うんですかね、うまくそのプレゼンテーションできていなかったというか、ね、別に反省みたいなのとごめん早稲田大学のマック君とかどうですか、長いことやっていただいたと思いますけど。ありがとうございます。僕たちも結構最初は、ボロの地図を使って結構都市スケールのものから考えていって、その後にどうやってその都市スケールのものを、なんだろう、身体とか街の街並みってところに落とし入れていくかってところで、まあ僕たちがずっと研究してきた半透明空間っていうものを使って、そのあくまで計画者の視点からその住民をどう操作するか、携帯とかでどう操作するかっていうのを考えてはいたんですけども、実際はやはりその曖昧な定義っていうところだけあって、そこを整理しきれなかったっていうのが、まあ反省点としてはあるかもしれないです。でもまあ今後もそこに関しては、まあ研究、はい、大学の研究も合わせてもっとこう明確化していきたいなっていうのは思います。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。すいません、では本題の方に戻ってまいりたいと思いますが、今4つ作品が残っておりまして、これから最優秀の、1点と優秀賞の2点を、ちなみに最優秀賞は賞金が200万円で、優秀賞は関係ないですか、50万円、どれかは落ちるんだよね。そうですね、今4点残っておりますので、この中から選んでいくという形になりますね。で、一応今全票入っているのがこの神奈川大学曽我部研究室のこの小さな家の大きな集まりというもので、4票入っているのが日本女子大学と芝浦工業大学で、3票が日本大学っていう形なんですけど、これどういうふうにしていくのがいいですかね。もういきなり行き詰まってる感じなんですけどね、なかなかここからどうでしょう。絶対的にこれがいいんじゃないかという何かご意見があれば、はい、どうぞ。神奈川大学と日本女子大学と日本大学は、まあ、同じだよね。考え方というかフレームワークは同じで、まあ、敷地とその解決課題を持ってきている課題の見方が違うということだと思うのね。で、まあ、だからこれに対して提案のレベル精度みたいなところで、決めるのか、その何だろう、何か魅力度、この可能性の魅力度で決めるのか、はい、それでだいぶ分かれるんじゃないかなと、かき回してるだけだけどいや、そんな気がとってもして、いや、それぞれが本当に魅力的ですよね。庄屋という考え方、それと何、だっけ、編集部、それと第三者、何だっけ、運営、みたいなね、ところがキーになるというところは違うんだけど、目指しているものっていうか提供できる価値は、はい、似てるというか、はい、まあそういうことなんだけど、難しいね。で、芝浦工大はもう全然系統が違うからね、
この3つとはちょっと違うと思いますけど、なんか横川さんが言いたそう、なんかそのそうですね、まず一つ今回僕もな、シェアとか多様性とかっていうまさにおっしゃってたキーワードが一般のコンペの方でも結構出てたので、まあ、本当やっぱり時代性なんだなっていうこととその間違いなくこれからそういう、こう住宅に関わりないし街づくりの中で、すごく大事なことになると思うんですけど、一方で僕らも例えばシェアオフィスもそうだしいろんなその商業そのものの、こう中間領域の使い方とかってよくやるんですけど意外とやっぱリアリティとしては結構難しいところがあって一緒にしたからいいっていうもんでもないっていうかいい塩梅ってあるじゃないですか。そのいい塩梅をどう表現するかっていうそのことに僕は結構この特に今回住宅だとそのプライバシーってやっぱとはいえあります。でそこに1日2日じゃなくて基本毎日いるっていう前提からするとそこはすごく難しさもあるので、僕はあえてなんかその、神奈川大学日本女子大学、のこういうその一つのスペースの中に、このネイルスペース以外をこうシェアして住むというところよりは意外と僕は伸び伸び長屋はそういうところがこうはっきりなんですかね、こうプライバシープライバシーあってであまり庭とも言わない縁側とか難しいこと言ってないんだけど残ったその部分をどう整地してるのか分かりませんけど多分こう目の前に隣の家 の, 背中がゴボンと見えるような環境なんだけどそういうところもこう DIY という世界観って説得力があったなっていう感じはしたんですけど逆に皆さんの中でどうですかねそのあんまりリアルを務めるというのも変ですけどとはいえ住宅の中にあるそのシェアの塩梅みたいなことってあんま気になりませんか。かき回す一方かもしれないけど、ええ、シェアっていやこれはなんか逆に、まあ、なんか審査員の皆さんにお伺いしたい、まあ、シェアって非常にこう今まさに実際にもリアルにこう起きているしたくさんの形でまあその必ずしも住むことだけじゃなくてシェアってことはまああちこちで起きていて、まあ、非常に重要な切り口だとは思うんですけど。まあ、その一方でなんか例えばそれを運営したりとかマネージメントしたりしないと本当につながれないのかっていうなんかこうちょっとまあそういうことに対するなんていうんですかねまあ僕自身も腑に落ちてないところもあってでだからシェアっていうことがまあある種のこう過渡期になんか生まれてるなんかビルディングタイプなのかなっていうふうに思わなくもないんですね、うん、その辺馬場さんどうですかねってそうですね議論が硬直すると面白くないのでもう決めにかかる発言をあえてしたりすると、はい、僕はやっぱ今回は神奈川大学のやつは、はい、いろんな意味で総合力がすごい高いと思ったんですよ、うん、でシェアっていう概念を提示しつつも結構賃貸モデルとしては結構ドライなんですよね、うん、ちゃんと貨幣もしくは地域通貨、うん、既存のいわゆる社会関係資本の交換だけではなく、うん、貨幣価値の交換で秩序を成り立たせようとしている意味においては、うん、まさに千葉さんがおっしゃった過渡期における、うん、なんだろう人間を信じすぎないぐらいの過渡期における設定をちゃんとされているっていうところも、うん僕は潔いと思ったしあと敷地の選定もですね高速道路とお墓に囲まれていて土地を取得しようとするときには結構安く買えるところとか選んでるんですよね上手にその辺もなかなかプラグマティックでいいなっていうふうにまあ思いました。それから庄屋っていうもうちょっとねかっこいい名前がいいなとは思ったりしたんだけどそこの新しい職業だと僕は思うんですね中間職みたいな、うんそこをみんながなんとなく欲しくてぼんやり思っているようなことを職業として定義したっていうところは結構大きくて多少家賃が高くてもこれは付加価値になるんじゃないかみたいなことを考えてでまあいいかなと思ったんですよね。で一方そのなんだろうなその日本大学のやつとかも僕空間的にはこれ結構面白そうで魅力的だなと思ったんだけどやっぱレンタブルは低すぎてこれ
そこまで組み上げがまとまるならもうまとまって新築建てちゃうんじゃないかなとか思ったりとかですね、そんなことをしてそこにはちょっとドリームがまだ感じられて、だからそういう意味ではそのあたりのリアリティとの総合力っていうと神奈川大学結構これ結構やばい案なんじゃないかなっていう。この今残ってる4つの案で何かもうちょっと聞きたいとか、なんかここはどうなのっていうなんか質問みたいな、なんかせっかく学生さんいるんで、ね、まあ、今ちょっとなかなかここから絞り込んでいかなきゃいけないのであればぜひ聞いてもらいたいんです。はい、お願いします。はい、いや馬場さんがおっしゃってることで言うと、いや本当にこの神奈川大学すごいいろんな意味での構築がされてるなって思うんですけれども、でそのね、いや家賃高いよねでもねっていうふうに言ったのは私でもあるんですがこれね、庄屋さんのスペースが坪時間あたり125円と内部はね、で外部が45円というふうな設定になっているんですけれども、これおおよ その、まあ、回していくと考えたときに、でもねこれこうやって見ていくとその上の方 の、 スペース、例えば集会室とか、趣味の和室とか趣味のスタジオとかありますよね。これってそんなにもう四六時中埋まって賃料がちゃんと収入回収できるかっていうと、そこまでなんか本当にこう回るのかなって感じもするんですけれども、この辺はどのぐらいの1日あたり何時間ぐらい何割ぐらいがその借りられる想定で収支を組んでますか。そうですね、そこに関して、まあ、詳しく説明できるかって言われると自信がないんですけど、なんか新しいこうネイバフとなんかそのなんだろう、その興味があるその同じなんか興味を持った人々が集まっていく過程で、例えばこういう集会所とかなんかそういったもう本当ちょっとパブリックに近いような空間っていうのがあることによって、どんどんこうネイバーフットとして構築されていけばいいんじゃないかっていう意味で、まあ、これも一つのモデルケースではありますので、そういった意味でまあこういった空間を設けたっていうのが一つあります。うん、ただねそこの部分のスペースがやっぱ相当大きいんだよねこの計算をした時に確か1日8時間で半分埋まってるという計算をして、はい、考えてます。これ俺一つ、あ、僕一つ気になったんです。これなんで庄屋さんの面積の方が住人より多いんでしたっけ。まあ、そこに関しては、運用計画的にまあ不利な側であえて計算したっていう意味でそういった形になっています。ということは別に住人であった方が安定するから別にそれでもいいっていうことですか。まあ、そうとは言い切れないところもあるんですけど、まあ、なんかそういったなんか人間関係が生まれていく中でその住人と庄屋っていうもののこううまく共存していければいいなっていうことは思っています。なんか僕もその辺のバランスがすごく気になったんですけど、いやもうすごく総合力高い素晴らしい案だと思う一方で、やっぱりわずかな住人のために過剰な庄屋がいっぱいいるっていうでだからそのいや人と人をつなげるためになんでこんなにいっぱいいなきゃいけないんだよっていう風ななんかこう素朴な疑問があるんですよね。なんかこう逆ぐらいでもよかったのかなってあたりはその辺どういうあれなんですかね。事業性のこう、まあ、不利な面っていうのは分からなくもないんだけど、まあ、そもそも目指してるなんかこう住民相互の関係性やあるいはまあ地域とのこう連携も含めた中でのバランスっていう観点もあるじゃないですか。そうですね、まあそういうことに関してはその、まあ、正直このまあ、モデルケースとして提案してしまったがゆえに、まあ、どういったこの興味を持った人たちの集合体を作るかっていうのも、まあ、決めれきれなかったっていう部分はまあ一つあって、まあ、いろんなこの庄屋の形というものをまあ一つのこの提案としてこうまとめてしまったっていうところはあると思いますね。僕はシェアハウスの、ね、提案とちょっと違うなっていうふうに思ったのはさっきの介在人というか中間人が結局その通常のシェアハウスだと、自分の部屋と要するに市とプライベートとパブリックをどういうふうに分けて持つか、
でそこの中で、まあ、収益性を上げようってこういうふうにしていくんだけど、この中間人がいることでその建物自体の価値だとかね、空間の価値が上げれるという、そういう仕組みがこの3つの中にはあるから非常に面白いと。それがまあ言ってみれば過渡期かもわからないけど、これからそのシェアハウスが、まあ発展というか進化していくべき方向にあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりもしてるのね。でまあ感想も含めてなんだけど、神奈川大学のはその出来上がりは出来栄えがすごくいいんだけど、やっぱりそこのところの、さっきも聞いたんだけど、ネイバーというね、ところのネイバーありきでこう話が始まったんじゃないかなっていうふうにちょっとこう疑問を抱いてしまうところがあるのと、それと日本女子大学はもう本当にその地域に僕は根ざして非常にロジカルに敷地を限定しながら僕は詰将棋みたいに作ってきたかなっていうふうに思ってるのね。でそこのね、なんだけどなぜか最後のところの、まあ、事業計画というか、そこが弱い。だからそこがね、本当はね2つ足したら一番いいぐらいの感じなんだな。学生さんですか。いやだ、本当にそう思うのよ。それが完璧だったらもう会社大変なことになりますよ。両方が欲しいなという思いがあるんだけど、いやそこに対して、結構今ね言ってるから僕は大きいことだと思ってて、審査員の心をね揺さぶると思うんだよ。だからそこのところをもう一回自分たちで言い訳をしてほしいんだけど、だからそこの前半部分、神奈川大学は前半部分のネイバーというところ、まあ要するに立地はそうなんだけど、豊島区じゃなかったもよかったんじゃないのっていうところが一つあるのよ。まあどこに行ってもだから普遍的な事業モデルになるかもわからないんだけど、お題目からいくとちょっとそういうところがあって、で逆に日本女子大はいや豊島区のあそこのエリアのそこの敷地を使って非常に見事に仕上げたかな、でもちょっと事業計画が弱すぎるんじゃないのっていう、そこの言い訳をしてほしいんだけど心が揺れるぐらいお願いします。できますか。しかも簡潔にお願いしますそうですね、まあ、これからまあ日本女子大でうまくやっていければいいなと思うんですけどまあそうですね、まあそのネイバーフッドそのありき、まあでまあ、思われその自分たちの意識としては、まあ、まず第一にこの住人っていうその子の子がこの孤立してるっていうことにやっぱ疑問を抱いたっていうところがあるんで、そんな中でこのネイバーフッドっていう集合体ができることによって新しい関係性が、でそれがまあ既存価値を上げることにつながればいいなっていうふうに考えています。それと豊島区の関係をちょっと言ってほしい。だからその豊島区の今回のなんだろう、お題が出た時にそこに結びついたっていうのは何か豊島区というキーワードからあったのかどうかということがちょっと聞きたいんだけど、それはどう？こう重要なところ、いやもうすごいパス出してるからねそうですね、まあ、このそのなんか建物をこうなんか公園のように楽しんだりする構成であったり、その難しいですね。そうですね。まあそういったまあ意味で、まあそのなんだろう。例えばまあ他のまあ場所だったらできないようなっていうのに関して、このなんか公園的なこの空間体験であったり、その周りのこの都市とこの住宅とこのなんかいろんなこのポテンシャル的な部分でも豊島区でしかまあできないわけではないですけど、この提案としてはまあここが一番適しているというふうに考えています。日本女子大も聞いてみますか。最初この賃貸の仕組みを考えるにあたって、まあ正直大家という立場では、もう今学生という意味では大家という立場ではないので、賃貸についてどう考えようといった時に、大学生という自分たちが分かる目線で賃貸をもし考えたらどうなるだろうというのがきっかけで考えたところがあります。なのでタイトルももしも大学生がエディターだったらというタイトルをつけていて、でもし大学生が賃貸を運営関わるとしたらどういうことが地域に還元できるだろうかっていう夢を持って設計をしました。で、まあ、普段からその、まあ、私たちの大学は雑司ヶ谷にあるんですけども、
地域との連携というか地域に還元できる機会があまりなくて、でも大学生としてはそれぞれ専門突き詰めてやってもっと発揮したいなっていう、大学生発揮したい欲を地域に直接還元するには地域に住んでる大家さんのもともとの自園を拝借して一緒に賃貸でその世界観を再現できたらなという、意図を持って設計しています。まあ、あれね、だあの自分たちの今住んでいるその賃貸のこうなんだろう、家賃の感覚だとか、そういうものはベースにしながら、とりあえずこの今回のプロポーザルのオーナーさんは篠原さんだったから、篠原オーナーはこれだったらやろうという答えがあったという理解でいいのかな。篠原先生がここに住みたいとおっしゃってそう、はい、ありがとうございます。どうしよう、じゃあ、 時間がだんだんなくなってきてしまうのでどうでしょうか。話が結構神奈川大学で皆さんこういいのかなというか、その話に終始しているような感じもするんですけれども、いかがですか。今回最優秀賞は神奈川大学なのではないかと今議論を聞いてて私は思うのですが、皆さんいかがでしょうか。審査委員長、お母さんは芝浦だって言ってるし、芝浦だって言った、ね、言いましたよそうそうそう、いや芝浦だけじゃないんですけど、そのシェアのその塩梅っていうのはどう考えるのかとか、さっきの庄屋っていう人たちがどういう庄屋なんだろうなみたいなことって、僕はマネジメントってさっき千葉先生おっしゃってた、そのいわゆるなんていうんですかね、村長みたいな人を立ててやったりするじゃないですか。よく馬場さんなんかも多分いろいろコミュニティにやっぱ色ってあると思うんで、さっきの質問でぜひその色の部分を少しやっぱ聞かせてほしいなと、なんか多分持ってるんじゃないかなと思うんですけど、そこはちょっと見えなかったなっていう意味で言うと、芝工大の発想には多分体験から来るそういうリアリティみたいなもので色を感じるんですね、こういう人たちが来るんだろうなっていう、例えばその花屋っていろんな花屋がある中でどんな花屋を描いてるんだろう、なんかその建築のアイデアとかこういうコンペの話をするときに、その仕組みとか構造も大事なんですけど、そこにこう匂いとかその温度とか色合いとかってそのを感じているこのアイデアであることって結構大事かなと思ったので、さっきそういう話をさせてもらいました。はい、ということは小川さんはどっちかというと神奈川大学より芝浦工大の案が最優秀じゃないかと思っているこれ何、そういうふうに仕掛けた方がいいかな。いや別に仕掛けてない仕掛けてない、全然そういう仕掛けてないんですけど、まあ、でも総合力っていう意味で言うと確かに、はい、神奈川大学のその造形的な部分も、はい、含めて面白いなとは思うんで、僕はその、だったらもうちょっと住人さんのスペースがあって、でもっとそういう具体的なネイバーの匂いがして、でそこでどんなこう生活イメージがこう生まれるのかなみたいなことが、さっき の, キラーパスでこう帰ってくることを結構期待してたんですけど、まあ、でも編集長どうですかね。編集長、審査委員長、どうもなんかこのメンバーでのこう議論で意外とこう孤立気味な審査委員長孤立しがちな一次審査でもそうだったんですけど、僕もいろいろと総合的には神奈川大と思ってるんですけど、はい、僕一等だったら僕伸び伸び長いだと僕思ってるんですよ。いやそのなんて言うんだろう、まあ要するに今あるシェアっていうことじゃなくて、はい、さらに、まあ、その木造の密集地域をどう本当にこれから再生していくかっていう中で、はい、まあ、抱えてるさまざまな危機的な状況っていっぱいあると思うんですよね、はい、そういう中でものすごいリアルにこう実現できそうな提案だし、はい、それが持ってるこう訴求力ってすごく大きいなというふうに思っ
ているの で、はい、で僕はあのでしかも、まあ、住まい方はあの何かこういろんなそのストーリーを描かなくてもむしろ住民がいろいろとこうあのここで主体的にこう関わり合いを持ちながらやっていけそうなポテンシャルも感じるので、うんまあ、僕はさっきあのシェアに対して過渡的だったのはある意味否定的に言ったんですけどつまり、はい、あのそんなことしなくたってこういうものができたらシェアっていろんな街ぐるみで起きていくんじゃないかなっていうふうに思ったりもしたので、うんまあ、僕はだからあの最優秀に押すんだったら伸び伸び長屋の方をしたいです、うん、じゃあ伸び伸び長屋のちょっと芝浦工大の神崎君何か意見があればお願いします。やばい無茶ぶりすぎたそうですねすいません質問でしたか。じゃあ質問、ね、ごめんね質問あの質問は、はい、僕たちの案が、神奈川大学よりも優れてるぞというところをもう一回言ってもらったらいいんじゃないかなちょっと申し上げにくいのですがまあ、僕たちのこの提案の、まあ、強みとしては、木密というあの千葉先生もおっしゃってたように木密という社会問題でもあるんですけど僕たちはそれに対して、価値を見出して、こういう提案をしています。でそういった、都市問題に対して自分たちのリアリティを、どれだけつけて自分たちがリアルに住みたいと思うかとかリアルに、自分たちの体験からこういった人たちが来てくれるんじゃないかそういった需要もあるんじゃないかというものの生活像を描きながら、設計してきました、方法からこういうようなシステムがいいとか、そういうような進め方をしてきています。で、セミセルフビルドについてこうできるかできないかみたいな議論はあると思うんですけれども、先ほども紹介した、僕たち の、 あの岩手県のあの実際にやっているプロジェクトは、材料も自分たちで調達しあの木を切り倒して調達してだからチェーンソーも使えますしその丘陵地に生えている木を引き上げるために、ユンボの免許も取ってなので基礎の工事だってできちゃうんですね僕たちは。だからそういったあのアズバヤの設計なんですけどそれはあのそういった空間っていうのはあの自分たちの手で、入手していくものだと、僕たちのメンバーは、非常に強くそこをしたいと思っています。そういう意味で理念的に、カスタマイズできる新壁というものを、提案させていただいたんですけれども、現状の賃貸住宅は、非常に大壁の世界だと思っていて理念としての大壁の世界だと思っていてあの何かその管理会社であったり、空間というものがあの提供物になってしまっているいやそうじゃないんだと僕たちは、非常に声を大きくして主張したいと思っています。以上です。ちょっと聞きたいことがあるんだけどあのさっきね、提案の時に千葉先生からあの周りに対して赤松さんかなあのそうだね周りに対しての影響っていう話があったじゃないですか。これは、あのさっき耐火で作るって言ったっけ、はい、耐火壁を作るって言ったっけ、はい、耐火壁で作るって言ったっけ、はい自分たちの計画物は準耐火構造で準耐火、はい、ということは、うん、これを要するにその、まあ、考え方としてはよなんかこうあのただ単純に、そこに、賃貸の収益ができるなんだろう、ものを作るという話だけではなくって、それを資産の価値を上げるということではなくって、その周りの、 その木密の地域に対しても、それは防災的な価値があるっていうふうに考えられる。それはどうなんだろう。自分たちの賃貸計画した賃貸住宅がそういう価値を持ちうるということです、うん、もちろんそう思っていて、だからその周辺の、ところから火災が発生をしたとした時も、それがファイアウォールのようになって、炎症を食い止めるような効果があるというふうに考える。考えます。それとあともう一つ工夫があってこのようなリニアな工法を用いることによって木密内部に、注水を利用してあの消火栓なども設置できるようなことを考えていて、そういった意味で都市の防災性についての、回答として僕たちは、提案しています、はい、ありがとうございます。ではどうしよう、うん、
はい、ですね、これ実は芝浦工大挙げてないのは私だけです。でいや小林さんずるい、4つ挙げてるんだもん。確かにそうバレてます。いやだから私もそういう意味では、もし4つ選んでいいならこれ入れてるのは確実なんですけれども、はいはい、いやでまあちょっと どっち日本大学と芝浦か どっちかなっていうので、まあっていうぐらい の感じなので、私もこの芝浦工大の伸び伸び長屋は非常にいい提案だなとは思ってるんですけれども、ただ やっぱり なんていうのかな、そのまあシェアではない、まあ普通の賃貸の状態の中で、逆にその DIY 広場とかそのファブカフェみたいなものがまあ少しこう共有の対象になっていくっていうのも、まあリアルなまあ、感覚かなとは思うんですが、これさっきの質疑の中でも言ったんだけれども、やっぱりその路地空間に対してもう少し何かこうなんかこう可能性があったんじゃないかなっていうのが、まあ、もちろん防火壁としてそのファイアウォールとして機能するとかっていうのは、まあ、木密の中で何か提案するときは基本的にやっぱりその防災のことを考えていかないと、基本的にはその提案というか改善になっていかないっていう部分はあるの で、まあ、その防火壁にしていこうとするとなかなかオープンにもなっていかないしっていうところは分かるんだけれども、何かねもう少しなんかその辺についての何かこう通り抜けができますっていうだけではない、何かその隣の家に対してのと、まあ、同じことを聞いてるんですけどね、そこでもう一回何かなるほどっていうことを言ってもらえるかどうかかな。簡潔に、簡潔に。周辺との、路地を介したということですよね。基本的には、僕たちはこの計画を、作りにあたり、そのような都市防災などから、そういうことを考えているのですが、非常に賃貸住宅ひいては現代建築が抱えている問題として時間軸というのもあると思っていて、でこれは段階的に増築していったり、自分たちで作れたりすることによって現状の自分たちが作ったプランからどん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 逸脱していくような可能性もあると思うんですよ。住まいこなせる、例えば縁側が自分たちで作りこなせたり、そういった中間領域をシェアの部分を自分たちで使い続けられる、それは、長屋住民同士もそうですし、周辺住民と長屋住民の間の路上会社コミュニティもそう思っています。はい、回答になってますかね。ちょっと議論が収束しそうにないので投票にしたいなと思うんですが、その前に日大の飯島君ちょっとコメントどうぞ。はい、僕ら日大の一指定アパートは、かなり6つの中ではささやかというか、まあ、レンタブル費がみたいな話もあるっちゃあるんですけれども、まあ、規模がなんとなく小さく見えるようなものなんですけれども、多分他の大学の方がどうかわからないですけど、僕らのスタートがシェアに対する疑いから割と始まっていて、まあ、じゃあまずやっぱり僕らが住みたい家って何っていうのを3人メンバーで考えていったら、一回なんか豪華な刑務所みたいなのが出来上がった時があって、もうこれじゃダメだなっていう風になって、まあ社会の要請としてもシェアっていうのが必要だっていうのもあるし、まあやっぱりそういうのに住む自分って物悲しいなっていう、ちょっとシェアに住める自分にを探してみたいっていうのもあって、この提案が進んでいった部分があります。で先ほどシェアの塩梅っていう話があったと思うんですけれども、まあ僕らのリアリティとして、まあ、地域の方が来たとして、まあ、何々さんが毎日来てるっていうほど名前をお互いに知ってるほどはちょっと嫌だなって思うんですけど、まあ、なんかいつも囲碁してるおじさんいるなぐらいならむしろなんかいいなっていうようなストーリーというか、僕らの、リアリティが積み重なってできた案であるっていうことはお伝えしたいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。かなり本当に密度の高い意見を出していただいたので、なかなか決めきれないっていうところが実情かなと思いますので、投票の方に入りたいと思います。票をお願いします。最初1票だけ、1票だけで、はい、じゃあ、これという1票でお願いいたします。
ないはない。ない。いたします。名前も一緒でも、はい、あ、やだもうほらもう何小林さん何やってる何やってるってない何やってるってない、失礼な。はあ、こういう日本女子大学が、はい、オーナーが決まってるって話だから、はい、これどうしよう。でもこれはですねこれはだからもう一回やらない、決選投票、そう、小林さんがどっちにするかで決まりますよ、これは。はい、そんなあの重要なことやらせないよやらせないでじゃなくて、いや本当にその通りです。はい、そうですよね、審査委員長、審査委員長とすると、はい、小林さんがどっちにあの入れる投票は、はい、そういうことになるので、そうですよね、だってもう決戦したっても他の方は皆さん決まってるわけですから、はい、じゃあ発表してください、小林さんから。日本女子大、本当にいいんですか、はい、あの私がどっちか入 れ,、はい、入れるかで最優秀を発表してください。もうなんかあのなんだっけ、こうやつあるじゃないですか、何、あのぐるぐるぐるない、こうやって肩ぐるない、ね、肩こうポンポンってあ、肩ポンって、あ、いいですよ、言っても肩ポンして、何言ってるんだよってね、では、はい、発表します、神奈川大学、神奈川大学に決定しました、おめでとうございます、よかったですね、最後は。ということは優秀賞は、芝浦工業大学と日本女子大学ということでよろしいでしょうか。よろしいですか。すいません、なんか随分ちょっとダラダラした議論が続いてしまいましたけれども、では第6回大東建託賃貸住宅コンペの指名大学部門最優秀賞は神奈川大学曽我部正史研究室と決定いたしました、おめでとうございます。優秀賞は芝浦工業大学原田正弘研究室と日本女子大学篠原さと子研究室となります、おめでとうございます。本当に夏からあの大学の皆さんにこのコンペに関してのお願いに行って、本当に長時間にわたりいろいろな皆さん頑張っていただいて本当に感謝しています、ありがとうございました。あのいろいろ細かい話もあると思いますけれども、時間が押しておりますので、あのこれで公開審査会の方を終わりたいと思います。長時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。審査員の皆様大変お疲れ様でございました。では引き続きまして表彰式を行いますので、皆様ご着席いただいたまま少々お待ちいただきたいと思います。それではこれより表彰式を行います。大東建託株式会社代表取締役社長熊切直美より受賞者の皆様に賞状目録を授与いたします。熊切社長お願いいたします。それでははじめに指名大学部門優秀賞より表彰を行います。優秀賞一組目の受賞は芝浦工業大学原田正弘研究室の皆様です。優秀賞につきましてはメンバー全員のご登壇をお願いいたします。
それでは表彰状の授与を代表して磯良平様お願いいたします。おめでとう、はい、賞状指名大学部門優秀賞芝浦工業大学原田正弘研究室磯良平殿大久保健一殿神崎淳殿北口恵里奈殿今野雄介殿藤本亮太殿森野康平殿エヴァ・ギルソン殿あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編指名大学部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送りこれを賞します。2018年3月3日審査委員長千葉学審査委員赤松和子横川正樹小林勝馬ゲスト審査員馬場正隆代読大東建託株式会社おめでとう。おめでとうございます。はい、賞金の50万円です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして優秀賞2組目の受賞は日本女子大学篠原さと子研究室の皆様です。同じくメンバー全員のご登壇をお願いいたします。どうぞ。それでは代表して阿部翔子様お願いいたします。賞状指名大学部門優秀賞日本女子大学篠原さと子研究室阿部翔子殿斉藤由里殿高橋若子殿張恵宗殿風グアンリン殿福岡彩菜殿松田明里殿あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編指名大学部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送りこれを賞します。2018年3月3日審査委員長千葉学審査委員赤松和子横川正樹小林勝馬ゲスト審査委員馬場正隆代読大東建託株式会社おめでとうございます。素晴らしいです。はい、賞金の50万円です。ありがとうございます。おめでとうございます。それではご講談ください。それでは指名大学部門最優秀賞の表彰を行います。最優秀賞の受賞は神奈川大学曽我部正史研究室の皆様です。最優秀賞につきましてもメンバー全員のご登壇をお願いいたします。それでは代表して庄司理香様お願いいたします。賞状指名大学部門最優秀賞神奈川大学曽我部正史研究室庄司理香殿佐塚翔太殿鈴木義雄殿前田咲殿
あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編指名大学部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送り、これを賞します。2018年3月3日審査委員長千葉学、審査委員赤松和子、横川正樹、小林勝馬、ゲスト審査委員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとう。素晴らしい発表でした。はい、最優秀賞賞金200万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、最優秀賞を受賞された皆様には優勝された方々を代表してご挨拶をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。今回指名校に選んでいただき、たくさん賃貸について不動産のことについて普段の大学生活では学べないことが学ぶことができました。このチャンスをありがとうございました。菅部研究室では実施プロジェクトをたくさんやっているので、ぜひ大東建託の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。改めておめでとうございました。それではどうぞご講談ください。では続きまして、一般部門学生特別賞の表彰を行います。各組の代表の方1名ご登壇ください。共同制作者の方はそのまま席でお待ちいただき、お名前が呼ばれましたらご起立をお願いいたします。学生特別賞1組目は田中亮様です。どうぞご登壇ください。賞状一般部門学生特別賞田中亮殿、あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編一般部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送り、これを賞します。2018年3月3日、審査委員長千葉学、審査委員赤松和子、横川正樹、小林勝馬、ゲスト審査員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとう。ごちそうさまでした。はい、特別賞で5万円です。おめでとう。おめでとうございました。続きまして、学生特別賞2組目は西正人様、野中俊彦様、金沢恵様です。代表して西様お願いいたします。賞状一般部門学生特別賞西正人殿、野中俊彦殿、金沢恵殿、以下同文です。おめでとう。はい、賞金の5万円です。おめでとう。おめでとうございました。続いて、学生特別賞3組目は、前田直也様、杉光萌恵様、喜納健信様です。代表して前田様お願いいたします。賞状一般部門学生特別賞前田直也殿、
杉光萌殿、喜納謙信殿、以下同文です。おめでとう。ごちそうさまでした。はい、賞金の5万円です。おめでとう。おめでとうございます。なお同じく学生特別賞を受賞されました志保圭様は本日ご都合によりご欠席されています。皆様大変おめでとうございました。続きまして一般部門佳作の表彰を行います。各組の代表の方1名ご登壇ください。共同制作者の方はお名前が呼ばれましたらご起立をお願いいたします。佳作一組目は林大地様です。林様お願いいたします。賞状一般部門佳作林大地殿、あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編一般部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送りこれを賞します。2018年3月3日、審査委員長千葉学、審査委員赤松和子、横川雅樹、小林勝馬、ゲスト審査員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとうございます。ご苦労様でした。賞金です。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて佳作二組目は鈴木武彦様です。鈴木様お願いいたします。賞状一般部門佳作鈴木武彦殿、以下同文です。おめでとう。はい、賞金10万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて佳作3組目は沢信彦様、井上岳様、代表して沢様お願いいたします。賞状一般部門佳作沢信彦殿、井上岳殿、以下同文です。おめでとう。ありがとうございました。はい、佳作の賞金10万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。なお同じく佳作を受賞されました前芝優也様は本日ご都合によりご欠席されております。皆様改めておめでとうございました。続きまして一般部門優秀賞の表彰を行います。優秀賞一組目は竹内翔平様、片岡博樹様、小倉畑康介様です。メンバー全員のご登壇をお願いいたします。それでは表彰状の授与を代表して竹内様お願いいたします。賞状一般部門優秀賞、竹内翔平殿、片岡博樹殿、小倉畑康介殿、あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編一般部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送りこれを賞します。2018年3月3日、審査委員長千葉学、審査委員
赤松和子、横川正樹、小林克馬、ゲスト審査員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとうございます。賞金賞金はい、賞金の50万円です。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。続きまして優秀賞2組目は落合俊之様、熊坂雄貴様です。それではお二人ともご登壇をお願いいたします。賞状一般部門優秀賞、落合俊之殿、熊坂雄貴殿、あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編一般部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送り、これを賞します。2018年3月3日審査委員長千葉学、審査委員赤松和子、横川正樹、小林克馬、ゲスト審査員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとうございます。はい、賞金の50万円です。おめでとうございます。おめでとうございました。では最後に一般部門最優秀賞の表彰を行います。最優秀賞の受賞は菅野翔太郎様、鈴木翔之助様です。メンバー全員のご登壇をお願いいたします。それでは代表して菅野様お願いいたします。賞状一般部門最優秀賞、菅野翔太郎殿、鈴木翔之助殿、あなたは第6回大東建託賃貸住宅コンペ既存価値を上げる賃貸住宅豊島区編一般部門において当初の成績を収められました。ここに賞状並びに賞金を送り、これを賞します。2018年3月3日審査委員長千葉学、審査委員赤松和子、横川正樹、小林克馬、ゲスト審査委員馬場正隆代読、大東建託株式会社。おめでとうございます。はい、賞金の200万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。以上で表彰式を終了とさせていただきます。皆様、今一度受賞された皆様に盛大な拍手をお願いいたします。誠におめでとうございました。それではここで一般部門最優秀賞と優秀賞の3組には受賞作品についてのプレゼンテーションをお願いしております。まずは最優秀賞を受賞されました菅野翔太郎様、鈴木翔之助様からお願いしたいと思います。菅野と鈴木が発表させていただきます。小さな部屋と大きな暮らし。都市の豊かさは多元的な生活の大きさが共存することだと思います。都市生活の根幹といえる賃貸住宅においてはその豊かさを知覚できる場所でなければならないといえます。そこで個人の生活像を確立化するのではなく寛容的で大きな生活像を賃貸に与える提案をします。敷地を豊島区北池袋とし、さまざまな個人の都市滞在がダイナミックにあふれる池袋の既存価値に着目しました。このエリアは池袋西口前の繁華街から徒歩圏に位置し、池袋の終焉といえる場所です。
また互いに異なるライフスタイルが混在する池袋の象徴ともいえるような場所です。都市が滑り込む賃貸の形、これまでの均等に配分された部屋の機能を12部屋で共同することで大きさを分かち合います。そのことで都市の大きな備え付け賃貸となり、豊かさが共有されます。共同することで得られた部屋を大きな暮らしと名付けます。大きな暮らしは大浴場、食堂、アトリエなどの各部屋をの機能を肥大化させたものからなり、パーソナルなベッドルームと都市活動を結びつける媒体となって日々を多彩に彩る舞台となります。大きな暮らしと最小限のベッドルームがセットになることで12部屋が集まって住む価値が生まれます。賃貸化される暮らしの形が積み上がることで集合住宅における動線の役割を果たしつつ快適な居場所を築いていきます。これは都市のダイナミズムが滑り込んだ賃貸住宅の形とも言えます。積み上がった形が地上レベルへとにじみ出た風景が日常を彩ります。街の界隈性を飲み込む賃貸システム、従来の費用比率は部屋の賃料に重きが置かれています。そこで大きな暮らしが介在することで借り主以外の人も生活インフラとして利用できることと、管理料と賃料が等価値になることを提案しています。それと同時に賃貸収益に付加価値が生まれることも提案しています。そして短期利用者は管理会社から提供されるアプリケーションから課金し、スマートキーを入手することで大きな暮らしが自由に利用できます。周辺住人にとっては生活基盤となり、また借り主にとっては管理料が浮くため自主的な運営もされ、新たなコミュニティを創出します。住人のみに還元されず、この地に住まう人々を巻き込んだ賃貸の形は新たな人を呼びます。流動的で多元的な現代生活を支える新たな求心力を保持した場所として働きます。この町の小さなインフラは新たな賃貸の価値を創造し、賃貸が動的で大きな暮らしの舞台へと展望する未来を描きます。小さな部屋と大きな暮らし、以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、優秀賞を受賞されました竹内翔平様、片岡博樹様、小倉畑康介様、お願いいたします。よろしくお願いします。生活を循環するジジババ、これまで高齢者は効率性と経済性が重要視される都市から排除され続けてきました。その結果、都心に住む若者は高齢者との関わりがあまりありません。しかし働く世代が抱えるストレスや育児に関する社会問題などは、高齢者の知識や経験によって解決できることも多いのではないでしょうか。高齢化が進み消滅可能性都市にも指定された豊島区の現状を既存価値と捉え、若者の暮らしと高齢者の暮らしが自然と交わる新たな賃貸住宅を提案します。敷地の概要です。敷地としたのは豊島区の菅野地蔵通り商店街の一角です。おばあちゃんの原宿と呼ばれ、多くの高齢者でにぎわっています。敷地は商店街のメインストリートに面しており、敷地を挟んでメインストリートと反対側には小さな公園があります。賃貸のシステムの提案です。都心で働く若者たちの自宅での生活時間帯と高齢者の商店街での商売の時間帯にはズレが生じています。そのズレを利用したタイムシェアを行うことで、住宅機能の充実と家賃の低減を実現するとともに、日々の暮らしの中に両者の時間帯が重なる時間帯を生み出し、若者と高齢者の関わりを生み出します。このシステムを実現するための建築の提案です。一般的な賃貸住宅では各住戸に必要最低限の機能が割り当てられています。住宅の機能を X 方向に整理することで、住宅レイヤーをそれに直行した機能レイヤーへ転換します。寝室、収納など最低限のプライベート空間以外を X 方向に連結し、住民のいない昼間は店舗として貸し出します。昼は高齢者の暮らしの軸、
夜は若者の暮らしの軸が現れる賃貸住宅となります。毎日の生活の中に若者と高齢者が自然と関わりを持つ時間帯が発生します。若者の出勤時間に高齢者は商売の準備を始め、若者が帰宅する時間帯に高齢者の商売の片付けが始まります。これらの時間帯に挨拶やちょっとした会話の機会が生まれます。若者が働きに出ている時間帯は賃貸住宅の共用部が高齢者をはじめとする商店街の人々によってカフェや銭湯、商店街組合の寄り合い場として使われます。公園と商店街をつなぐキッチンとダイニングでは、休日には若者が高齢者に料理を教えてもらったり一緒に食事をとったりすることができます。生活を循環する自治場は、一つの建物を時間的に分化して活用することで、これまで空間的に分化されてきた高齢者と若者の生活を結びつける新たな賃貸住宅の提案です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、同じく優秀賞を受賞されました落合俊幸様、熊坂優樹様、よろしくお願いいたします。町をまとめて賃貸する賃貸オーナー組合方式による賃貸住宅街の提案と題しましてプレゼンテーションをいたします。本提案では建築設計と不動産企画がうまく共同することで賃貸住宅の新たな価値を示したいと考えました。一般的な賃貸住宅は一人のオーナーの所有物です。その数はとても多く、賃貸住宅の価値は建物のスペックの比較になっています。地域や町といった広い範囲で価値を作ることができれば、より長期的な不動産の価値につながります。しかし個人のオーナーだけでは広い範囲の整備は難しいです。そこでそれを可能にするために賃貸オーナー組合方式という不動産のルールを考えました。賃貸オーナー組合方式とは、複数のオーナーを一つの組合にまとめ、それぞれのオーナーが所有している賃貸住宅をまとめて一つの物件として整備・管理する方法です。全体の賃料や収入・支出などは、延べ床面積や構造・築年数などを基準にした賃貸率によって算出されます。賃貸オーナー組合にすることでさまざまなメリットが生まれます。1. 住戸数増加による入居者退居時の空室割合の減少。2. 多数で大きく整備することで生まれるスケールメリット。3. 越境可能により工事車両通行の効率化と施工難易度の減少。ただいまの賃貸オーナー組合方式を豊島区雑司ヶ谷を対象にしたケーススタディを行いました。雑司ヶ谷は都心へのアクセスがよく落ち着いた雰囲気のある街である一方、道路幅員が狭く、建て替えや整備が進んでいない木造密集地域です。その特徴が特に現れている袋工事場で車両が入れない約500平米の一角を対象敷地とし、新築ではなく既存建築を生かした賃貸住宅街を計画します。敷地写真です。建物同士の距離が近いにもかかわらず、塀や門扉やが敷地いっぱいに立ち、多くのデッドスペースが生まれています。そこで密集する住宅街を豊かな環境にするため、塀の撤去による路地空間、建築などを用いて共用空間を作ります。賃貸物件として必要な床面積を補うため、10平米未満の増築なども行います。一つの建築だけではなく街区全体を設計することで、敷地をまたいだ植栽帯や舗装材、統一された街灯、さまざまな共用スペースなど、街区全体の価値を上げます。町をまとめて賃貸とすることで全体を考え整備され、より魅力的な建築や町になっていくと思います。以上でプレゼンテーション終わります。どうもありがとうございました。それでは最後に審査員を代表して審査委員長の千葉学様にご好評をいただきたいと思います。千葉様、お願いいたします。
あれ入ってますかね、今日受賞された皆さん本当におめでとうございました。審査員を代表して一言、今日の最終審査の様子を見てもお分かりのように審査委員長はあんまり権限がないんですね。でなんですが、まあたくさん議論をしてここまで来ましたので本当に一言だけご挨拶をしたいと思います。まずはですね、今回のコンペ本当に画期的なコンペだったんじゃないかというふうには思います。これだけリアルにその賃貸の仕組みやあるいは空間のことも含めて提案しろっていうコンペは多分今までにもなかったんじゃないかと思います。まあ、それだけに大変読み応えのある、あるいはまあ聞いていてもあるいは見ても本当に魅力的で楽しい提案が多かったと思います。でそれから審査を一緒にさせていただいた馬場さんや横川さん、赤松さん、それから小林さんも含めてですね、本当に日頃よく知っている皆さんではあるんですが、日頃なかなか本当にこういったことをテーマに議論する場がない、そういう中で審査の過程でも多くのことに気づかされるようなたくさんの議論ができたことも大変画期的なことだったというふうに思います。こういう場を作ってくださった本当に大東建託の皆さん、そして新建築の方々、そして中村さんにも本当に貴重な場をありがたく思っています。ありがとうございました。それぞれの案についてはその場で随分いろんなことを言いましたので、もう繰り返さないんですが、たまたまあれなんですね、今回指名部門で一等になった案は、小さな家の何だっけ、大きな集まり、それから一般部門で一等になったのは小さな部屋の大きな暮らし、別にタイトルで選んだわけではないんですが、ある意味では、現代の賃貸に対する皆さんの疑問やあるいはこれからのこう思いが、凝縮されているテーマだな、タイトルだというふうに思いました。小さなという中に込められた、自分自身の居場所あるいは自分の暮らしということと、それから大きなという言葉に込められた、地域あるいはもっと広く社会あるいはさまざまな場所とのつながりをどうやってこう同時に実現していくのかっていうことが、多分全ての提案につながっていたんだと思います。で、おそらくそれは今まで供給されてきた賃貸集合住宅が、そういう部分に対してやはりまだまだ足りていないというふうなことがあったんだと思います。で、こういうことは多分これからさまざまな形で皆さんのアイデアが具現化する場面が出てくるんだろうというふうに思っています。で思い起こすとですね、例えば篠原先生がワンルームマンションの設計を手掛けるとか、あるいは僕や赤松さんが賃貸の集合住宅を手掛けるとか、あるいは馬場さんがさまざまな形でリノベーションで新しいこう賃貸の部門を開拓していったりとかですね、思い起こすとそういうことが動き出した時って隙間産業だって言われてたと思うんですね。でも今やそれがごく当たり前のことになって社会を大きく動かしているような状況ですから、今日おそらく皆さんがさまざまな形で提案されたことはもう何年後かにはそれがごく当たり前の生活、当たり前の建築の形となって世の中を大きくこう動かしていくんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ今日、ここで提案されたことは今後もずっと継続して考えていただけるといいなというふうに思いました。で、最後に改めてですね、僕たち今回このコンペを通じて改めてなんか皆さんに伝えたいなと思ったことが2つありまして、一つはですね、これだけリアルな課題設定というか、賃貸の仕組みや、事業性とか、多分日頃は皆さんあんまり考えなかったことだと思うんですけども、そういう非常にこうリアルな、現実社会のさまざまな側面があったからこそ、
これだけ豊かな提案がたくさん集まってたんだと思うんですね。で建築を考えるっていうのはやっぱりそういう現実の社会とは切り離せないことでもありますし、そういうところにこそさまざまな創造の源はあるんだっていうことをぜひ忘れずにですね、これからもリアルな社会にさまざまな形で目を向けていただきたいというのが一つと、それからもう一つはですね、創造性の問題というか創造力というか、僕はいつも建築の設計にとって大事なのはクリエイティビティの方の創造力ではなくてイマジネーションの方の僕は創造力だと思っているんですね。でそれは例えばさまざまな主体に対する創造力であったりとか、他者に対する創造力で、今回もさまざまな形でその賃貸の集合住宅を考える中で皆さん本当にいろんな主体をこう考えて、その中でどういうふうに仕組みが成り立つかとか、どういうふうな暮らしが可能かということを考えていただいたと思うんですが、そういうこともこれから町を作ったり建築を作っていく上で本当に重要なことだと思いますので、ぜひ引き続きそういう思いで建築に取り組んでですね、ぜひ町を、そして賃貸領域をですね、それで大東建託さんがですね恐れおののくような提案をどんどんしていってくださるといいなというふうに思います。今日は本当におめでとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして第6回大東建託賃貸住宅コンペ公開審査会と表彰式を終了とさせていただきます。本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。